相模三浦氏は中世に活躍した武家の一族で、三浦氏宗家滅亡後に、相模国三浦軍によって、勢力を伸ばした。鎌倉時代の法事元年に勃発した法事合戦で、執権法上氏にご家人三浦氏一族は滅ぼされた。その後、三浦氏防流である佐原氏出身の三浦政治により家が再興され、執権法上氏のおうち人として活動した。現行年間、 足利高氏が鎌倉幕府に対し兵を挙げると、時の三浦氏当主、三浦時継は子、高継とと共に足利方について戦う。鎌倉幕府が滅び、兼務政権が成立した後は、時継は、相模国、武蔵国などの地頭となった。その後、時継は中仙台の乱において北条方について、処刑された。この高継は、高氏の下に残り、 中仙台のランチン圧後も高氏に付き従って、箱根、竹の下の戦いや、多た浜の戦いで先行を挙げた。南北朝の分裂以降は、関東においても地域を二分する争いが頻発し、混沌とした時代となった。その中で交次、交通不死は、南阿佐方の北畠明家の軍勢によって、鎌倉を追われた高氏の子、吉明を保護するなど、 基本的に北朝方について活動し、一連の先行によって、相模国守護に任じられる。だが、交通は、官動の上乱において、忠義方に属し、さらに忠義が滅ぼされた後も、日田氏らと結んで、鎌倉府を脅かした。そのため、翌年鎌倉を脱回した高氏は、交通から相模守護職を剥奪した上で追放した。 これにより三浦氏は一旦没落するものの、高氏坊都後の上時三年に、鎌倉久保、足利元氏によって、忠義法の重鎮であった、上杉範明が赦免されると、交通も許されて再び、相模国の守護に任じられた。交通の後は、この高連が次、天守三年から大江九年までの二十五年間に、渡り相模守護を務めている。しかし、室町時代中期、 公連の子にあたる三浦孔明の第二、上杉全州の乱に加担したことを理由に、鎌倉久保、足利持氏により相模守護職を奪われた。三浦氏一族はこれを深く恨み、影響10年に影響の乱が勃発すると、孔明の子と北川持氏を裏切って、鎌倉府を攻め滅ぼし、新しく守護となった、大木谷上杉氏の勢力下に入った。 その後の教区の乱に始まる関東の騒乱では、時高は、大木谷上杉家の重心として活躍し、三浦軍、鎌倉軍などを支配し、相模国内に大きく、勢力を広げた。時高は長らく死死に恵まれず、主君である大木谷上杉持友の次男、高級を養子としていた。しかし、後年実が誕生すると、高やその子、三浦義と対立し、 やがて両者を追放した。明王三年九月二十三日、時高公共府市は大森市の支援を受けた高級吉奴に居城荒井城を攻められて滅亡し、吉奴が三浦市の家督を奪った。晴れで三浦市の当主となった吉奴は関係が悪化していた大木谷上杉智義と和睦し伊豆から日の出の勢いにあった伊勢総唯に対抗する。 総ウが、大木谷上杉家の重臣、大森氏を、小田原城から追放するという事件を起こすと、吉奴は、大森氏を保護して総ウと戦うが、総ウの提案によって、伊勢大木谷上杉の間に和解が成立すると、吉奴も一旦は、総ウイと和睦する。しかし、立川原野の戦い、以降、総ウと友義は再び対立を起こし、友義の参加にあった、吉奴も、 必然的に、総威と争うようになった。栄翔十年、総威はついに、三浦氏を撃つべく、大軍を持って、攻勢を仕掛けた。これに対して、三浦軍は防戦するも、住吉城、岡崎城が相次いで陥落するなどを振るわず、さらには、頼みの綱であった、大木谷上杉家の援軍もことごとく、伊勢軍に遮られ、徐々に荒井城に追い詰められていった。そして、 英承13年、3年間の長期にわたる、老城戦の末に吉奴は自陣、この三浦義井は戦死した。これによって、相模三浦氏は滅亡し、相模は総威により平定された。なお、安保里見氏重臣、正木通綱を解きあるいは、吉奴の維持とする説があるが、近年では別の三浦氏所流の出身であるとも、言われている。三浦上臣の子孫は、 ご法上死滅亡後、武士から百姓の身分とされたが、江戸で百五十年以上浪人を続けて、旗本柊と交友、遠赤関係を築き、延京二年に着村の三浦義近が徳川主義の外祖父となったことにより、幕臣に取り立てられた。義女義は、義明と続いた。三浦聖寺、三浦頼盛、三浦時明、三浦時次、三浦高継、三浦高通 三浦高津三浦孔明三浦時高三浦高級、三浦義厚三浦木。ありがとうございます。